方裁判所管理事務局の斉藤でございます。メールが届いたんですけども。恐れ入ります。お客様の情報をこちらで確認いたします。お前を伺ってよろしいですか。宮本和志です。かしこまりました。今こちらで確認させていただきますので少々お待ちください。以前有料サイトを閲覧されてまして、ご入金が確認取れなかったので、こちらの運営会社からですね、業務委託を受けまして宮本様の入金管理をさせていただいております。有料サイト閲覧されましたよね。いやいや、してないです。このメールで、はい、こちらが特定消費料金最終告知のお知らせっていう件名なんですけど、そのメールが来ました。はい。あ、であればですね、閲覧してるということになってるんで、現状をお伝えしますと、遅延損害金90万円。90、はい。が今は、はい。290万円になってまして。おー、290万円。